どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽弾いて楽しめるようになりますよ、ということで日々簡単レッスン公開しております。今日も始めていくぜ。はい、今日はですね G ラボの、ガズモデル薄レレですよ、ガズモデルと、シンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。今映ってるこの初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますからチェックしてみてください。さあお知らせです。このオレンジ色の本、ガズレレの新しい本ソングブック5がリリースされましたよ。100曲入りボリューム満点、名曲がもう山盛りです。ぜひ皆さんこっちのチェックもよろしくお願いします。さあ早速今日のレッスン入っていきましょう。今日取り上げる曲はこちらです。ドーン青山テルマフューチャーリングソルジャーさんでそばにいるね。こちらの曲行ってみたいと思います。このねおしゃれでちょっとジャジーでファンキーでソウルフルで何とも言えないこのグルーヴ感、ふんわりした優しい曲、このラブソング、いや歌はですねかなりラップの要素がちょっと強めなんで、歌のリズム感これかなりね試されるところではあるんですけど、このふんわりしたこのグルーヴぜひともねこのウクレレ一本で再現していきましょう。そして驚くことにこの曲入門コードたった4つです。 C と F と G7 と Am 初心者様が当日ウクレレ習った当日覚えるコードだけでできてますから、素晴らしい。いつものようにそれで2バージョンいきますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。こっちはコードは簡単でもさっき言ったように歌のグルーヴ、これがポイントになります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはここにですねこのウクレレのリズムのグルーヴが加わってさらにこの歌で盛り上げていく、これは奥が深いですよ。皆さんがっつりいきましょう。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあ今のところでねちょっとお勉強して自分で音楽もりもり生み出して楽しんじゃいましょう。さあ今日のレッスン入っていきます。青山テルマさんでそばにいるね、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 心の中ではいつでも一緒にいるけど寂しいんだよ。 So
So baby please stay high back home. Yeah! せーの、そばにいるね、やってみた。これはもう永遠に歌い継ぎたいメロディーなんですけど、歌ってみたらわかる。これ歌難しいですよ。この歌のタイミング、このサビんとこも、あなたのこと、私は今でも思い続けているよ。この、言ったら聞こえるんですけど、歌ってみると早いという。で、気づいたと思うんですけど、ワンブロックコード4つ、シンプル簡単バージョンからも登場しました。これゆっくりだから、初心者様の方もいけますから。はい。ぜひこれトライしてみてください。で、今のシンプル簡単バージョンはもうコード4つですからね。かっこいいバージョンも4つなんですけど、いやー、たまげましたね。音楽の力ってすごいですね。はい、ぜひまずこれやってみてください。もちろん今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。フルコーラスどうしてもやりたいなという方、まずはこのガズレレアレンジバージョンで練習しといてもらって、これコード進行ね、2番も一緒ですから、慣れてきたら自分でコードを書いて2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜作ってちょっとトライしてみてください。ひとまずはガズレレアレンジでとにかくやってみる、これをおすすめします。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、動画に合わせてウクレレの練習してもらって、1個目のゴール設定としてはシンプル簡単バージョンのガズさんの演奏と合わせて一緒にできたらすごいと思いますよ。演奏はすぐできると思います。ただしやっぱ歌ですから、弾き語りは歌中心ですからね。この歌がね、これ掴み取るのかなり時間かかるけど、ノリがやっぱこのグルーブ、そのソウルフルなあの感じがですね、やっぱりこの曲の一番の最大のキーポイントで、途中にラップパートが入ります。ソウジャさんが言ってるね、んなことよりお前の方は元気かという、あそこのラップのとことかもすごいこう雰囲気出したいですよね。その辺がやっぱ今日歌がやっぱり難しいというか面白いという、これでございます。トライしてみてください。でガズさんの簡単バージョンと一緒にできたよという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、でも全部ね、歌詞とコード丸暗記するって結構なことですからね。まず最初は楽譜を見ながら、練習スタートしてもらって、何回も何回も楽譜練習して、いずれ覚えちゃって大空夕日に向かってこの曲歌うとか素敵だと思いますよ。もうラブソング、もうふんわり、こうふんわり感でね。だけどまあそれをアンプって言うんですけど、最初からねアンプ難しいでしょうから、まず楽譜練習がまずはいいと思うんですね。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズが手書きで書いている、楽譜を見ながら演奏していきました。こちらになります。はい、そばにいるね、はい、入門コード4つ、青山テルモさん、こんな感じなんですけど、歌詞が見て、この超絶の歌詞がもうなんか、なんていうの、お経みたいになってます。これお経みたいに、これ読み取れるかなって感じなんですけど、とにかくこんだけ歌詞が詰まってラップっぽい雰囲気で満載の曲なんですよね。ああ、もうちょっとしたら、こんな風にね、カメラにこんな風にドアップにして、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたそばにいるねを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な山のような楽譜の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。でこのねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習していただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方がより楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。そばにいるね、青山テルマさん、フューチャリングソルジャス、入門コード4つです。これイントロ見ていきたいんですけど、ワンブロック4つね、
G7、G7C、G7、これシンプル簡単バージョンの方、ちょっとここだけワンブロック4つトライしてみてください。で、ここにくるっと書いて16アルペジオって書いてあるんですけど、かっこいいバージョンではですね、ここからここまで、16ビートのアルペジオというですね、すごい技を繰り広げますよということです。そしてこの言葉見てよ、もうめちゃめちゃ詰まってますから。これはなかなか今日ね、映すだけでも大変だと思いますね。お時間ある方はこうやって映しておくので、一時停止してちょっと書き出してください。で、これ今日はね、本当に今日みたいな曲はガズクラブ入っていただいて、ガズさんのこの手書きの、楽譜をダウンロードしてもらうとめちゃくちゃ有効です。ちょっとこれ見てもらうと、この他の上に点がついていたり、このここ、点がこうついてるじゃないですか、これ V マークとか。これでリズムが分かるようになってるんですよ。ちょっとやってみますと、せーの、さん、はい。あなたのこと、私は今でも思い続けているよ。うん、これ、V マークは休符ですね。いくら時、みたいな、こんな感じ、この点と V でリズムのタイミング、コードが変わるタイミングが分かるようになってます。あと、歌詞カードには出てこない、この伸ばすところとかね。参考になると思います。とはいえ今日のこの歌詞の量が半端じゃないからね。はい。そういうのも含めて、ガズクラブでこの手書き楽譜のデジタルデータゲットもかなり今日は有効だと思いますのでご活用ください。お時間あることはこんな感じでもうね、同じように書いてもらうとかなり分かりやすいと思うんですけど、このラップの要素がかなりある。あと言葉のタイミングが毎回ちょっと微妙に違ったりするんで、聞き込みもしてください。まずじゃあイントロからこの1番までいけるかな。はい。一時停止で、かな。あ、で、ここなんですけど、ちょっと、ここ、ラスト止まるって書いてあるんですけど、これちなみにサビ、最後あと2回繰り返すね。ガズレレ簡単アレンジで。最後の最後は、ここのところでストップかけるよということで、ちょっとね、演奏見てもらったらわかりますね。きっと。はい、じゃあいいかな。まずイントロから A メロ1番まで。はい、じゃあここから B メロ行きましょうか。はい。ここのところ、ここラップ。ここ、んなことよりお前の方は元気か。このラップはもうね、あの雰囲気出したい感じですね。で、この B メロもですね、なかなか難しいっていうか、歌のメロディーがすごいふんわり感なんですよ。はい。で、ここは、かっこいいバージョンでここの1行だけガズペジオという弾き方をしていきたいと思います。はい。これ後で解説していきますからね。ここの B メロもね、かなりね、深い。はい。で、キーポイントはここで、G7 で伸ばして C でリズムに戻るんだけど、かっこいいバージョンではここでツタッタッタっていう感じで、ね、ちょっとおかずを入れて、で、この後、サビ2回繰り返しですね。はい。で、エンドでしょ。で、2回繰り返した一番最後の最後はここ止まりますということになってますと。まあまあ、これね、デモ演奏を見てもらったら大体わかると合わせながらご確認ください。出てくるコード、見て嬉しい !C と Am と F と G7 だけ信じられません。今日この入門コードですよ。はい。ちょっともう今日これはここに出しといて、もうレクチャーしちゃおう。C っていうのは、はい。1弦の3フレット。下1本ですよ。これ。C。OK? Am っていうのは上1本だよ。4弦の2フレット。こうやって押さえるといいですよ。この指の順番決めといた方がいいですけど、C はだから薬指、Am は中指、F は Am に1個足すですよ。F は斜めのイメージ持ってください。斜めのイメージ。で、G7 は、こことこことここなんですね。なんで F から言ってみると、手首をひねって、はい。ひねって、この三角形を作る。G7。C、Am、F、G7。この入門コード4つです。これ、ウクレレ習った、一番日に最初に覚えるコードですからね。ガズレレのレッスンプログラムでも、このコード4つから、まず最初始まりますから。まず演奏というか、コードは大丈夫。だけど今日はね、もうね、リズムがどうやらいことになるんですよ。はい。まあ、これからちょっとかっこいいバージョンの、解説に入るんですけど、ちょっとその前に今日こそ言いたいですけどね。この4つ弾きでですね、歌のリズムとメロディーの練習もびっちりするしかないです。これね、ほんと、一回分かっちゃうと気持ちがいいですけど、やっぱなかなかすごいですよ。もうほぼラップ。青山テルマさんのパートも、この、言葉の中でリズムをすごい刻んでるんですよね。もう半分ぐらいラップのフィーリング。で、途中のラップパート、男性のラップパート、ソウルジャさんが、んなことよりみたいなところも、まあそうですけど、まあこの感じっていうのはね、練習するというよりは、掴み取るっていうか、もう真似するしかないと思いますね、最初は。ぜひこのね、独特のこのソウルフルな、R&B っぽい、ソウルフルっぽい感じのこの歌い方はですね、これはもう、
なんていうのかな、ものにするっていうよりは、ね、お勉強って感じじゃないですからね。聞き込んで、フィーリングつかみ取ってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはですね、リズムがやっぱり主に、コードは一緒ですから、まるっきり。はい、弾きは弾き方、このいっぱい出てくるんです、今日は。はい、これです、ドン。16ビートのアルペジオと、16ビートのチャと、カッティング。16ビートのチャとカッティングが混ざったような感じのやつと、あとはガズペジオも登場しますね。もうソウルフルとでファンキーなやつなんで、これはね、バッチリこう決めたいなと思うんですけど、今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところにそれぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますんで、よくわかんないなという方その動画を見てやってもらうのがいいと思うんですけど、今からですね順番通りね、簡単にレクチャーしていきます。まずイントロなんですけど、ここで出るのが16ビートのアルペジオです。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、テンツテンテン難しいでしょ、これ。これ難しいです。こんな感じなんですよ。タンとトンタンクタンとトンタツクパンとトンスタツカ C から G7。 はい、まずゆっくりでいいんで、この16ビートのアルペジオっていうのがなかなかですね、みんな力が入っちゃってこの速さがね、追いつかないんですよね。だからゆっくりでいいですよ、最初は。はい、でちょっとこれ練習してもらって、イントロでね、イントロができただけではダメっていうか、イントロだけじゃないんですよ。実は一番最初のサビの入りをこの弾き方でいくんです。この16ビートのアルペジオを弾きながらあの歌を歌うんですよ。もう脳みそがですね、もう半分この夏の暑さと一緒に溶けてしまいそうな勢いなんですけど、トンとパンタツクポンとパンタツク、これが基本ですね。 C 押さえてちょっと練習してみましょう。せーの、パンとトンパトトパンとパトトパンとトンパポポパンとパン、1-4-3-2-1-3-2っていう順番ですね。1弦4弦3弦2弦1-3-2ですね。タントトンパトトパンとパン、これちょっと C だとあんまり雰囲気出ないから A マイナーにしよう。タントトンタトトタントトンタトトタ、これでワンブロック2個入ってくるから、このコード進行で超ゆっくりやってみると、タントトンタトタタントトンタトタタントトンタ、ここでタントとタントとワンブロックコードを4つの時は最後のところ C から G7 でみたいな感じです。ちょっとここ練習、せーの、タントトンタトトタントトンタトトタントトンタトト C から G7 タントトンタトト、こんな感じでちょっとやってみてください。はい、これだからもう練習するしかないんだよね。で、A メロ、ベイビーボーイ、私はここにいるよからは、16ビートのチャプラスカッティングのすごいファンキービート。ベイビーボーイ、私はここにいるよ。ここも行かずに待ってるよ。ユーバナナラビューだからこそ、心配しなくて。大きい、ゆったり、どっしり、ファンキー、ソウルフルな、かっちょいいビートなんですよ。力入れてたらこの感じ出ませんからね。力入れてるとこうなっちゃうからね。こんな風になっちゃいますから。これは、軽やかじゃないでしょ。でこのグルーブにカッティングをできれば、かっちょいいんだ。これがかっこいいんだけど、なかなかつかめそうでつかめない、このねファンキーソウルフルなビートは、この動画がめちゃくちゃ役に立ちます。ファンキーソウルフルなビートが歌えるじゃねえや、弾けるようになる7つのものすごい裏技みたいなやつがあるんで、この動画ちょっとねリンク貼っつけとくんで、これちょっと研究してみてください。このゆったり感を出しながら歌うわけです。ベイビーボーイ、私はここにいるよ、どこも行かずに待って、この歌のタイミングも超難しい。次の英語のとこ、ここちょっとオクターブ上げると、ここにも行かず待ってるよ、You know that I love you だからこそ心配、この歌の歌います。英語が突然入ってきてまたさらに難しいみたいな、そうね、ここら辺の歌を歌いながらこのリズムをキープすると。で、その後、過ぎ去った時は戻せない。ここで、なんと、ガズペジオが出てきて、一回リズムがドンと落ちるんですね。そうすると、過ぎ去った時は戻せないけれど。このガズペジオ、これもちょっとね、いいリズムですよ。C 押さえてやってみる。タンプンタンツン。これはね、比較的簡単なリズムなんで、さっき言った概要欄のところで、ね、すぐマスターできると思います。で、16ビートのチャからいきなりこのガズペジオに、変わると、
ちょっとね、ノリが変わるんで、このリズムが、違うリズムにならないように、リズムキープをするのがポイントでございます。で、その後また16ビートルじゃ同じリズムに戻るわけですからね。その戻り方も結構ね、ちょっとそのとこからやってみましょう。戻せないけれど、近くにいてくれた、君が恋しいの、だけどあなた。こんな感じでだんだん戻っていく感じがいいと思います。はい。で、この後、目を閉じるとき、眠ろうとするとき、逃げ切れないよ、あなたのことの辺からちょっとやってみると、最後にちょっとね、決めがあります。せーの。目を閉じるとき、眠ろうとするとき、逃げ切れないよ、あなたのこと。思い、ここで伸ばす。見て泣いてたの。つった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 、あなたのこと。はい。C のところで、チャッパ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 、最初にチャを弾いといて、パッ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 パ。はい。これでおかずを入れて、また最後のサビの繰り返しに入っていくということです。ですね。で、最後はサビ、簡単バージョンと同じように、最後、baby please, ただ hurry back home ってこう、バッと終わ、止まって終わる。この辺がかっこいいところということで、コードとかは簡単で、一見すごい簡単に思うけど、やっぱ歌とリズムのこのね、コンビネーションがもう、やっぱこれもギチッとこう、こう合わさるのがもうポイントでございましてですね。まあなんと聞き込んでね、体で感じてください。頭で考えるとこういう曲がなかなか難しいです。こうグルーブで、体全体で、あなたのことを今でも思い続けて、この柔らかい雰囲気、これガチャガチャなっちゃうともう台無しってところありますからね。さっきも16ビートのところでやりましたけど。とにかくふんわり優しくてグルービーでソウルフル。で、やっぱこの歌詞の中身を見てもらうとやっぱ切ない、遠距離の感じのイメージがやっぱりありますね。そんなのもこう、もちろんね、だミュージックビデオの世界観もすごい、いい感じでしたよ、もう本当に。そういう感じの世界観を頭に描きながらやっぱり弾くのが大事だと思うんですけど、ともあれやっぱり歌を覚えるっていうのはまずは最初のファーストステップだというふうに思います。歌を覚えるというよりは掴むっていう感じですよね。はい。これはじっくりトライして、この柔らかいグルーブ、身につけましょう。それではやっていきます。青山テルムさん、そばにいるね、ガズレレをかっこいいましょう。やってみる !1!Two, three, go. あなたのこと私は今でも思い続けているよ。いくら時流れていこうと I'm by your side, baby, いつでもさ、どんなに離れていようと心の中ではいつでも一緒にいるけど寂しいんだよ。 So baby please tell the hurry back home. Baby boy 私はここにいるよ。どこも行かずに待ってるよ。 You don't love you だからこそ心配しなくていいんだよ。どんなに遠くにいても変わらないよこの心。Home. Yeah.
青山テルマさんのそばにいるねガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。かっこいい。これウクレレでこの曲が3曲奏でられたらもうほんと素敵ですよ。難しいけどね。でもねこういう曲って一回覚えちゃうとその自分の中でこうさらにまたいつもあの弾いてるうちに育っていってですね、またこのいいグルーヴに変わってくると思うんでね、最初ちょっとはこの掴み取るまでには時間かかるかもしれないけど、じっくり取り組んでいきましょう。はい、そしてですねガズレレではねアプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とかあと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですねガズレレではねウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これねほんとガズレレ楽しんでる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はねこのガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでねガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。